多くの人が列をなした献花台はもうありませんが、今も変わらずこの場所では手を合わせる人がたくさんいます。安倍元総理は1ヶ月前この場所で撃たれ、そして亡くなりました。逮捕された山上徹也容疑者は安倍元総理を背後から銃撃し殺害した疑いが持たれています。犯行に使われた手製の銃は農業用の肥料などを混ぜた黒色火薬を鉄パイプに詰めて作られたものとみられています。警察庁による検証で一発目の銃撃の際、安倍元総理の周辺にいた4人の警護員のうち銃声と認識できたのは一人もいなかったことが明らかになっていて、警護員らは花火やタイヤの破裂音だと思ったなどと説明しているということです。今回この手製の銃の銃声について読売テレビが専門家に分析を依頼したところ、既製の銃とは全く異なる音だったことが新たに分かりました。こちらがその銃声の比較です。音の波形を見ると、上の既製の銃はパンと乾いた短い音で三角形で表現されていますが、犯行に使われた手製の銃は低く大きな轟音が長い時間続くため全く異なる波形をしています。既製の銃には使われない黒色火薬や口径の大きな鉄パイプが使われていることが影響しているということです。ドーンという聞いたことのない音がした場合に果たして銃声と思えるかどうかというと、たとえ経験者であってもやっぱり思えないと思うんですね、瞬間的には。奈良県警は犯行に使用された銃の殺傷能力などの鑑定を進めているほか、警察庁は当時の警備体制や対応が適切だったか検証を進めており、今月中にも結果を公表する予定です。